食べますよ。外の方がいいですか？外の方がいいですか？なんか守りやすい。すごくスムーズというか。外の方が全然守りやすい。ね。俺ソフトボールもね、全部ショート。全チームショート。違いますよね。やっぱりね、いつもやってると、風景が一緒だから。ああ、そうですね。あれ行かないぞ。俺も思った。なんか横から見てたらちょっとピチャゴルだよ。膝悪いからフライも多分ね、サード取りに行ってあげないと多分。わかりました。ちょっと無理しない。無理しないっつって。あれいつも行ってるあたりすごい好きだよ。結構マンドの横出しじゃない。多分去年行ってあげたの。相当詳しいよ。どっちって左足やばいのかな。うん、あ、ナイス。ナイス、ナイス。なんか見てるな今日。丁寧だね。バッティングも丁寧だね。無理しないかな。ナイス、ナイス。あれ、5番は？チュマちゃん。これ俺？5番です。あれ、そうだよね。今日ね。うん。そう、中馬師匠、伊藤、田島。鈴木さん、スタートいいから。かける師匠。師匠、次師匠だよ。あれ7番って誰？7番伊藤さん。走ってよ。セーフ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 。珍しいな。珍しいスライディングは。セーフセーフ。それほど先発待ってた。やばいと思ったんだ。キャッチャーボールよく見て、ボール。次伊藤さん。なんで？調整です。スコア頼んでいいですか？すいません。後ろね。ちょっと後ろね。見た。シオが何だ？なんかシオが。はい。ゴーゴーゴー。ゴー行ってない。頼むよお前。6番の大抜擢なんだからシオは。後ろ。後ろ。ついたよ。ずいぶん離れてるぞ、師匠。よく見て、ボールだよ、ボール。よく見て。臭いとこ打って。あ、オフェル、オフェル。なんだろう。前のメガネがいいんだよ。ないよ、ないよ。行こう。おいい当たり。ありありゃ。次、田島さんね。ないよ。開いてるよ。ホームランないなちょっと先っぽだな。ちょっとね、でも飛びましたね。